皆さんこんにちは。今回はですね、ボーイング787の翼、これについて説明していこうと思います。この羽はね、かなりすごいんですよ。でも今まで動画では報じられてこなかったような特別な機能がありますので、かなりマニアックですけど皆さんに説明していこうと思います。では本日もよろしくお願いします。皆さん見てわかる通り、ボーイング787の翼、これはね、一見するとスラッとしたね翼で、かなり美しい流線形ではあるんですけど、この中にね、かなり複雑な機能詰め込まれてます。これはね、数分の動画ではね、皆さんにお伝えすることができないんですけど、今日はね、そのうちの一つの機能、これをね紹介していこうと思います。まず本日は翼についているフラップについて説明していこうと思うんですけど、まずね、フラップって何ぞやということなんですけど、このボーイング787の翼にはフラップと、そしてスラットというものが装備されています。このフラップおよびスラットっていうのは、テイクオフとアプローチ、そして着陸時に揚力を増加させてストールスピードを下げるハイリフトデバイスというものなんですよ。つまり低速域で揚力を増やすために翼の面積を広げるものなんですよね。しかもこのボーイング787のウィングのトレーディングエッジには、それぞれ一つのインボードフラップと、そしてアウトボードフラップがありまして、リーディングエッジには1枚のインボードスラットと5枚のアウトボードスラットがあります。めちゃくちゃあります。また各ウィングのエンジンナセルとインボードスラットとの間、これをシールする2ポジションのクルーガーフラップまであります。もうめちゃくちゃありますよね。本当にすごく複雑で難しいんですけど、皆さんついてきてくださいね。そしてこれらスラット、フラップともにクルーズ中の不用意な作動を防止するために、260ノットを超えるスピード、あるいは約2万フィートを超える高度ではフラップおよびスラットともにアップポジションからエクステンドしないようになっています。ではね、コックピットに目を移しますと、フラップレバーというのがね、センターコンソールのスロットルレバーの右側にあるんですけど、これですね、見えますかね。でこれフラップレバーでして、パイロットがこのレバーを操作することでフラップポジションを変更することができます。スラットという文字がないのは、フラップレバーに連動してスラットが動くためですね。なのでフラップレバーしかありません。そしてフラップレバーのポジションというのがここに書かれていますが、これはフラップの角度になるんですけど、このポジションかなり多いんですけどね。でパイロットはこのレバーをこのように動かすことによってフラップレバーを動かすことができます。そしてボーイング787-9およびダッシュ10にはこの17および18というポジションがあるんですけど、ダッシュ8にはこれがないんですね。そしてこの動かしたフラップ位置っていうのは前方のインディケーションで確認することができます。ということでフラップレバーと、そのフラップのポジションですね、外部視点でどのような動きになるのかっていうのを見ていこうと思います。では外部視点で見ていきますと、現在ねフラップアップポジションですので、フラップもスラットも出ていないというような状況になります。そしてフラップ1にします。フラップ1、そして前衛スラットが出てくるのがね、わかると思いますけど、これがフラップ1ポジションですね。ではフラップ5見ていこうと思います。後衛のね、リーディングエッジのフラップがね、下がりましたね。これがフラップ5ポジションになります。そして引き続きまして10ですね。10になるとさらにフラップが深くなりますね。下から見ると余計わかりやすいのかなと思うんですけどね。まあこれが大体離陸形態で使われるフラップの形状になります。だいたい皆さんがね離陸するときに目にするのがこの位置かなと思います。そしてね、でフラップ15ですね、15にします。15にするとスラットも伸びてフラップもさらに深くなっていくというところですね。で次はフラップ
17、そして18。フラップがね、若干深くなりましたけど、着陸形態のフラップ20にね、設定していきます。フラップ20はシングルエンジンでの着陸。そしてね、たまにフラップ20テイクオフっていうのもね、あるんですね。そして着陸形態であるフラップ25やっていきたいと思います。フラップ25になるとね、かなり深い角度になりますね。皆さんが着陸の時に目にするこの形状ですがね、結構下から見るとね、フラップが下がっているのがわかるんですけど、これがね、フラップ25。そして30、一番深い、フラップ角ですね。これがフラップ30になります。25とはね、あまり変わらないかもしれないんですけど、25と30ではね、着陸の時のスピードがね、結構違うんですよね。まあ最終的には全て伸ばすと、まあこのような、フラップの形になります。上から見るとね、若干見てもわからないですけど、下から見るとがっつり下がっているのがね、わかりますね。これが787のフラップ。そしてスラットになります。まあ先ほど言いましたように、上空2万フィート以上、260ノット以上では、このね、フラップ及びスラットがアップポジションになって、そこから動かないようになっていると言いましたけど、ここで一つすごい機能があるんです。それをね、皆さんに紹介したいと思います。ではね、実際に787の離陸の様子、これを見ていこうと思います。コックピットではどんな飛行機もほとんど離陸の操作は同じなので、まあ翼がどのように動いているかっていうのはコックピットではわからないんですけど、このようにね、フラペロンがパタパタ動いてますね。そして787といえば翼が結構ね、反り返るというので有名なんですけど、リフトが増えてくるに従って徐々にね、翼端が持ち上がってきます。徐々に持ち上がってきましたね。まもなくピッチを上げて、で浮揚と。意外とね、翼動いてるんですよね。あのコックピットではほとんどね、わからないんですけどね、こういう風にパタパタ動いてる、まあコンピューターが勝手に動かしてるっていうのもあるのかもしれないんですけど、意外とね、動いてますね。ここから右旋回して離陸していくという羽田空港からの離陸でした。まあ、私が驚いたボーイング787の翼のこの機能、それはですね、クルーズフラップスという機能ですね。このクルーズフラップス、巡航のフラップ、どういうこととなりますよね。さっき私は、まあ、フラップは離着陸の時に展開するものであって、高度2万フィート260ノット以上では展開しないですよ、皆さんにお伝えしたんですけど、一体クルーズフラップって何いうところなんですけど、これをね、今から説明していこうと思います。すごいですよ、この機能は。私はこのボーイング787以外には知らないんですけど、ひょっとしたら他の大型機にも採用されているかもしれません。内容としては、重量、速度、高度等の種々のパラメータに基づいて、左右対称にフラップ、エルロン、フラッペロン、そしてスポイラーを自動的に勝手にですね、動かして機体のクルーズパフォーマンスの向上を図る機能なんです。クルーズフラップスは翼のキャンバーを変化させることによって、ドラッグを減少させてクルーズ時のパフォーマンスを最適化します。そしてね、このコントロールサーフェイスの動きはかなり微量であって、パイロットの操作は必要としません。そしてこの機能は高度2万5000フィートを超えて、ある一定の速度感においてのみ作動をします。今回はボーイング787の翼の一つの機能に絞って皆さんにお伝えていきましたけど、いかがだったでしょうか。まだまだね、伝えたいことはいっぱいあるんですけど、一つの動画ではまとめきれないので、これからも小出しにしながらボーイング787を皆さんに知っていただこうかなと思います。これからもどんどん動画を作っていきますので、今回の動画良かったっていう方はチャンネル登録、そしてグッドボタンよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。本日はどうもありがとうございました。失礼いたします。